これ球根の根っことですね、根っこと、あと茎ですね、消毒して、消毒してから置いて、私はこれ初めてですね。でもこうやって土にまみれてね、やっぱりいいですね。来年また咲いてくれるかな、ね、来年咲いてくれる、ね、どんな花になるのかな、それがね、楽しみだよね、これも消毒されるそうなんですって、ね、大小小分けです、大小の小分けです、ね、ですね、いや、仲間が面白いですからね、楽しくさせていただいて、はい、梅サイトご存知ですか、ご存知ですか、ちっちゃくて淡いピンクでちょっとしたのって、でそのなんていうのかしら、なんかまるで日本女性のような笑っちゃいけど、たまたま今回その役場の方でそういう企画があるということをね、すぐに聞きまして、でもうすぐできることがあれば、それをなんか恩返しでこの村に返したいっていう気持ちがあって、できるだけこの村がこう、いい形で残っていくとか、存続できるような形をなんか微力ながらでも恩返しできればなっていうのがあるんですけど、このワーキングホリデーのやつは今年初めて、うん、で、まあ彼ら2組、夏の間、あの大学生女子大女の子がすぐ来てくるんで、こういうのは人手が結構いるので、それはまあ助かりますね。であとはやっぱり夜ね、一緒に食事しながらいろいろ喋ったりとか、それもまあ楽しみですけど、仕事でもできるような仕事を、ちょっとでもこう達成感を感じられるような仕事あれば、それはいいんじゃねえかなと思います、ね、うん、将来的にいろんなことにつながる場面も出てくるっていうか、まあ県でこういう事業を組んでくれたことはすごいやっぱりいいことだと思うんだよね、ちょっとずつでも増えてくれれば、まだもうその状況もね、よくいい方向に行くのかなと思うんだけど、親芋が南会津は自然も人も素晴らしいところです。農村ワーキングホリデー参加しにおいでよ南会津、一発ですね。